ウリハムシは、ハムシカウリハムシ属のカブトムシの一種。英名は、キューカービットリーフビートル。俗にウリバイとも呼ばれる。頭部はやや幅が狭く、胸部はそれよりやや幅広い。全身が黄色で、腹部は黒い。活発に動き、よく飛ぶ。成虫越冬で、浅い土中で越冬する。春に、ウリ科の内に来訪し、周囲の土の表面や浅い土中に散乱する。 幼虫は、ウリ科の根を食害し、また地上に果実などがあるとこれも食うことがある。8日は、途中で行われる。成虫は7月以降に出現する。春から夏にかけて主にキュウリ等のウリ科植物に出現する。幼虫は根を食い荒らし、成虫は葉を食い荒らすので、害虫となっている。防御作は、手で捕獲して殺傷するか、農薬を散布する。 キュウリやカボチャなどの作物によくつくこと、多数が集まってよく飛ぶことなど目立つ点が多く、ハムシ類では最もよく知られているものの一つである。クローリハムシ日本本土では、よく似た姿で、全種だけが黒いクローリハムシがある。やはりウリ類を餌とし、作物に持つクガヤ製のカラスウリなども食害する。なお、この領主は日本本土で普通で、かつ、 琉球列島にも分布するが、琉球列島にはさらに、二色ウリハムシが、やはりウリ類を食害する。その姿は、ウリハムシに似て全詞に黒い斑紋がある。ありがとうございます。